さあ運んでいくキーファーラベナ、そこも一別しながら中です。ここから外来て、外からブロックモータム、最初のスリーを決めてきました。ブロックモータム、ラベナ右45度、このショットはどうでしょうか。決まった。運を積んでいますシュガレイクス。さあここ速攻です。奪ってからモータム、右のコーナー宮本がいます。おっとここナイススティール、松山レイアップ、おっと落ちる。柏倉モータム、おはははは、モータムも止まらない。マニワが浮きます。マニア調整からモータムを使う、モータムのフローター、外もあるしこれもあるというモータム。前節も確かダビー・ゴメスヘッドコーチはテクニカルファウルもらっていたはずですけれども、ちょっと冷静にならなくてはいけません。ダンクが決まりました。ライアン・クリーナーです。19得点となってます。そのモータム、外から脅威になることは今日十分示してますし、北川から星川、ここに浜田、バツのピックを使ってコースが空く、レイアップは決まらない。おっとミスになった。枠側、外から江原が来た。滋賀です。枠側アタック、枠側レイアップ決めてくる。ラベナ押し込む、キーファーラベナキックアウト、ブロックモーターン、ペイントエリア内に3秒以上とどまってしまいました。いい合わせ、ライアンクリーダー仕上げてきます。モーターンディープスリー、おはははは、これは恐れ入ります。モータム、マッチアップするのは鎌田です。外枠、ラベナのスリー、クリーナーに刺してラベナ外振って、ベースラインドライブ、野本外振る、キーファーラベナのスリーポイント、きたー。拾った江原、セカンドチャンス、今度はモータム、前は立たれた、外から江原が来る、連続スリーポイント成功。そこからもう一つ二つ攻めていくか、そういったところを考えながら枠側が仕掛ける。